はい皆さんどうも、MT、チャンネルの、T、です。今日は全化式の構造のナンバー2ということで、えー、前回何したかということをそこから少し復習していきたいと思います。前回は何したかというと改札列と投筆列についての解説をしたのでした、まあ、まずは投札列投筆列についての全化式というものをまあきちんと提示して実はそれは別にあの差が一定で比が一定というだけなんですけど。 えっと、別に一定でなくても差が分かっていれば基本的に足し合わせれば元の数列が得られるし、えっと、比が分かっているならそれをぜ順番に全部書き合わせていけば元の数列が得られるというわけで、えー、ただそれだけなんですね別に高差高比というのは一定でなくても構わないと一定のものを高差高比と呼ぶわけですけど差とか比が分かっていれば。 元のやつが得それについてさらにその2つというのは全く同じで足し算引き算というのが掛け算割り算に対応するだけで数学的にはどちらも同じこととをやっているといるうわけでしたでそうすることによって全化式がそういうような、まあ、単純な形式といえば単純なわけですよねそういうものが与えられたら全化式を解くことができるというわけでした。 でそういう簡単なものに対して全化式を解くということを提示したわけですがここで一度反省をしておきたいいと思います。そもそも全化式を解くとはどういうものなのかということですね。というのは基地の演算ででで表現できるかとということなわけです。つまり足し算解差の場合は足し算引き算、まあ、引き算はマイナスの足し算だと思って足し算という演算に対して元の数列を表現した。で回避 なり、頭皮の方は掛け算というものを使って表現したまあ、べきとかも含めてですね。で、そういうもので表現したというわけです。別、それ以外の演算は使っていないわけですね。というか、それ以外の演算は基本的には使わないわけです。三角関数とかですね。まあ、そういうわけで解くということは、そもそも何なのか？という立場に立つと、会社とか会費とかをやる前にこういう問いを持つべきだったのかもしれないですが、いきなりこんなこと言われてもよくわからないので、あらかじめこちらを説明していて。 具体的にあの例を与えててそれを通ししし理解しよううという趣旨でした全化式を解くということをあのこういうふうな意味で捉えると今回は何をしたいかというと一般の全化式に進むという前に解くということの意味というのはこれで,でその体系的なその道具を少し準備したいわけです。解くというのはじゃあ足し算掛け算で足し算なら足し算掛け算なら掛け算で表現するということが分かったもしくは、えっと、その両方を使って 表現すするとといいいうことを考えていきたいわけですね全化式を解くということを題材にすればでもその前に、えっと、それに対して付随するあの数学的道具立てを少し準備したいわけですとはいえやることはあんまり変わってなくて、えっと、こういうようなことなんですね真ん中の数列がまず考えたいものだとしましょうそしてそれの差を、まあ、解差を考えたものがこれですという意味で書いていますつまり D というのはこれ引くこれ S1 とか Sn というのはいわゆる和2会社のやつで S1 が A1、S2 というのは A1 たせい2、S3 というのは A1 たせい2た成い3というふうに定義通常はそういうふうにするものです。で実はそれは結局のところ Dn が,が An に対するものが An が Sn のものに変わっただけなんですね。これの差を取ったものがえっと、解というものでした。Sn の回車を取ったものが実は なわけですねこの前のやつを足せば次のものがやられるというわけですからで始まりがちょっと気をつけなきゃいけないんですけど S1 を A1 と定義するのであれば通常は S0 というのはあの0で定義するのが、まあ、自然ですね、まあ、そういうつじつま合わせはよいとして大切なことはこことこの関係がこことこの関係と全く同じだということです逆にこことこの関係はこことこの関係に同じだということですでこの関係を印象的に、えっと、差を作ることを差分 和を作ることとととを和和いいううううに言うここがありますす差分学というようなものですねでこれはどこかで聞いたことあると思いますがこれ微分分と積にに完全に対応すするわけですね N からとその差分を得るということがいわゆる微分に対応していてでそれで元に戻すと N に戻るというような感じですねまあ探だけはちょっと気をつけなきゃいけないわけですけどそれで時々その N が2以上だとかそういうようなことが経験があると思いますがそういうようなことに対応するわけです。 でもっとちょっと気をつけなきゃいけないのは与えられた n から s n を作るときなんですけど s1 を a1 と定義して s2 というのをこれに a2 を足したりこれはその前の s2 に a3 を足したりというふうにしていくわけですがあのそうするとあのどっかでバシッと切って足していくというようなことになるわけでそのとき、まあ、通常は、えっと、こう端っこを0と満たしてそこに a1 を足していく a2 を足していくというわけでこの s0 というのを0として こここ足していいくととここが得られるううふうに見すす。わけですそれはまさに A4 l 得るためにはこれに差分を足してここからここまで足すとこれになるというのと全く同じ構造なわけです。ですから実は解差というのはあの全然あのそんな名前が付いているのもよくわからないわけですけど,ど独特な記号あの言葉なわけですけど単純に差分というだけなんですね。でそれの逆演算として和分というものがあります。微分と分とと積同じような関係であります。 はい、といとうわけで、えっと、具体的なもので少し見ていきたいんですがといった方が多分いいと思いますね。でこれは例えば、まあ、交差で見ておきましょうか交差というか等差数列で数列に対してこの現象を見ておくとすると、えっと、初項が A 交差が D とするとまず AN というのが、まあ、A a d 2d a d a n 1 d というふうに普通はしますね、まあ、番号付けが、a、1番目2番目3番目というふうにするので、まあ、n く1になってしまいますが、まあ、この辺は良いとしてここが差を考えるとこの回差というか差分というのが全て D でした、まあ、これがいわゆる等差数列の定義なわけですねそして ここれを差分を取るとこちらなわけですねで和文を取るとどうなるかというわけですけどこれはいわゆる、えっと、初項たすマッをかける項数分の2分のそれという感じですね。えー、1というかえた、ー、すマッコにしておきましょうね。an というふうにしておきましょう。これ,これが、まあ、sn なわけですね。最初は、えっと、0で a で、まあ、0というのは通常書かれませんが。 これが s1 で、で、a たす a たす d、a たす a たす d たす a たす 2d みたいな形になっていくわけですけど、これが sn として、で、あの計算されるわけです。これは計算実行可能な場合ですね。で、ここに書いたのは別に計算が実行できるできないというのは全然気にしてないわけです。概念的に解くとかあの解かれるということのあの道具立てをしているわけですね。 というわけで、こういうのを求めるというのは、まあ、いわゆるガウスのやったようなとひっくり返して足して半分するというようなことをいあのやるわけですね。というわけでここが差分差分でと和分の和分というふうに対応するわけですね。これがまさにここでやっていることなわけです。通常、あの、 通さ数列から一般項を求めてそれの和を求めるみたいなことがあるわけですけどここであの1つの数列が与えられると種々の,あの数列が得られるということが非常に嬉しいことなわけですつまりそこから付随する数列を求める、まあ、ある種その全化式を解くということにも対応するわけです Sn というのは定義からその S1 が A1 で Sn+1 引く Sn というのが というでで定義されるものでこういうものが、まあ、いわゆる差分が元のやつになっているというわけですから、まあ、まさに解くということに対応してくれるわけです。それを、まあ、こういうふうな一般的な記号、まあ、微分と積分のアナロジーから用意しておこうというわけです。でここでもう一つあの面白いものですけど以上のことは掛け算に対してではなくて、えっと、和についてのものだったんですね。和とか差に対しての演算。 に対ししてでしたで同じように掛け算割り算ですね積とか比とか小に対しても全く同じことができるわけです。でその場合気をつけなきゃいけないのはえっと差を取るというのが比に変わりますね。差というのはあの引き算ですから割り算に相当するわけです。比に相当してで足し合わせるというのは掛け,け合わせるという意味であのプロダクトになります。というわけで気をつけなきゃいけないのは例えば 統一数列で具体例を見た方がおそらく分かりやすいと思うんですが初項が A、公比が R としましょう。そうすると、まず AN というのが A、AR、AR の2乗、AR の n-1 乗というふうにしておきましょう。そうすると、えっと、D ではなくて印象的に RN としておきましょう。レシオの方ですね。これはディファレンスの方で D としておきました。差ではなくて今度は比を取ります。 というわけで、ここが、えっと、R ここが R ここが R というのが比質列のそもそもの定義でしたで何、えっとまあ、て言うんでしょうね和分というか積分というしかないんでしょうね P としておきますそうすると、えっと、最初が1にしておきますここでの0まあ下方単位元というので0からスタートして足し合わせるということだったわけですけどそれのアナロジーでこれを全部足し合わせるときにやはり最初はえっと これが P1 と見なすわけですけど何かに A をかけて P1 になるとすればやはりここは、A、1で A をかけて A になるというふうに見なすべきでしょう。で同じようにやはりこれをかけて得られるというわけで、えっと、A に AR をかけて、えっと、A2 乗 R でさらにかけて A3 乗 R3 乗というふうになるわけですがここが何かということですね。で実は ここと全く同じなわけですねここが非常に嬉しいことでなぜかここばかりここは扱われないのが不思議なんですけどここと前は何したかというと反対にして足して交数分だけあるので n 倍してそれを半分にしたわけです。それと全くく同じでひっりり返してかけてけけ足すすがかけるに変わりますねというわけで、えっとまあ、初項を a1 としておきましょうか、まあ、今の場合 a なんですけど a1×n 真っ向ですね。 まあ、これが a、AH、n、これが a 一ですね。を、ひっくり返してかけて、それが何個あるかというと。n 個あるので、n 乗。で、それを半分、というのは、ルートを取ることに対応するわけです。というわけで、実は、AH、a 一かける a n の、二分の n 乗になるわけですね。ちょっと、よってしまったので。で、これちょっと、比べてみるとわかるんですけど。a 一たす n に、二分の n がかかっている。 こちらは A かけるに2分の n がを何回もするということですねあのこれ全く同じのが分かるでしょうか。を2分の n 回足し合わせるという意味ですね倍数というのは。というわけで。すを2分の n 回足し合わせる。こちらは。をえっと2分の n 回掛け合わせる足すがかける n が変わって差が割り算に変わるということだけなので実は全く同じことをやってるにすぎないんですね。 まあ実際そのこれを求めるのもあと同じようにいわゆるその p が h とかける h r かけるまあ h r n 1乗と同じものを逆にして hrn-1 乗 hrn-2 で h としてこれ掛け合わせるとこれ掛け合わせると要 p2 乗イコール P 2乗イコールなて言うんですか全て同じものになるんですよねこちらは R かけてこちらは R1 個下がっていくので A1 の2乗かける R の N-1 乗が 何個ああるかとというと N 乗だけあってこれを2分のルートを取れば2分の n 乗になるというだけなので,でこれは初項と膜をかけて n 個あって分の2するというだけなんですねでこの操作は全くこれを求めるときとガウスがやったことと、まあ、いわゆる等差数列の,あの公式を求めるときと全く同じでこれを見るとやはり等差数列等差数列、まあ、回差数列回数列というのは演算の違いこそあれそれを抜けば構造的には全く同じだということが分かりますつまりこの辺の構造とかも全て和で書きましたが 実は積に対して全く同じことが足し算に関する演算で書きましたが、えっと、掛け算に対する演算に対しても全く同じようなことが成立するということが分かります。はいというわけで一応まとめ終わります。ここで、まあ、ナンバーワンとナンバーツーが終わってここをたたき台にいろんな全化式を解くことになります。まあ、一応復習しておくと等差列等数列を一般化した差数列改数列をまず、えっと、例として一般的な形で解いたわけです。 でそれは、じゃあ得とは何だったか,か,ったかというと実はその足し算掛け算に対して表現するというだけに過ぎないわけですね高校数学の範疇で言えばそうすると、えっと、そこの道具立てとして結局和分差分まあ非分積分というものに非分積分というものに過ぎないわけですね。等差数列とか等差 解釈数,数列とかが分かっているというのはここが分かっていてここを求める作業に過ぎないわけでそれを一般化したとこういう道具立てで、まあ、こういうあの枠組みで物事を解いていく全化式を解くということをあの宣言しているに過ぎないわけです。まあ、これを使って次回からはきちんと、えっと、一般的な全化式足し算と掛け算が織り交ざったようなものも 解いていくというような流れで行っていきたいと思いますのでお楽しみにというわけで次からの動画も、えー、ぜひとも見てくださいえっとこの動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いしますコメントとアドバイス等も受け付けておりますぜひともよろしくお願いしますでは次の動画もぜひとも見てくださいさよなら